フレアワゴン、フレアワゴンカスタムスタイルを全面改良。マツダは軽自動車、フレアワゴン、フレアワゴンカスタムスタイルを全面改良し、全国のマツダ販売店を通じて発売すると発表した。メーカー希望小売価格、税込みは、154万1100円、240万200円となる。 今回の全面改良では各社の特徴であるデザイン広く快適な室内空間安全機能などフレアワゴン本来の魅力をより進化させという外観デザインは大容量のコンテナをモチーフとしフレアワゴンでは心地よさとワクワク感をフレアワゴンカスタムスタイルでは上質感と 存在感をそれぞれ表現し、インテリアも、それぞれのキャラクターに合わせた色調や素材使いで、上質感と居心地の良さを表現したと述べた。鉱石にマルチユースフラップを設定。シート全体にあるフラップの位置や角度を調整することで、オットマンや荷物の落下予防といった機能が利用可能だ。 また運転席と助手席へのシートヒーターの採用、助手席前のビッグオープントレイ、後席用の折りたたみ式シートバックテーブル、左右独立式センターアームレストの採用などにより利便性を向上させ、快適で過ごしやすい室内空間を実現した。 効率を高めた自然吸気ガソリンエンジンと CVT マイルドハイブリッドの搭載により、優れた燃費性能とスムーズな走りを両立させ、新設計のボディ構造により、操縦安定性や静粛性も向上させたとアナウンスした。マツダの軽自動車として初となる。 ミリ波レーダーと単眼カメラを組み合わせた衝突被害軽減ブレーキ。デュアルセンサーブレーキサポート2を全車に標準装備。アダプティブクルーズコントロール。全車速追従機能、停止保持機能付きなども採用し、より安心安全な運転をサポートする。なお全車で経済産業省や国土交通省などが、 普及を推進するサポカー S ワイド国土交通省によるペダル踏み間違い級発進抑制装置 PMPD 認定車に該当すると述べた新型フレアワゴンフレアワゴンカスタムスタイルの概要エクステリアは大容量のコンテナをイメージコンテナのプレス面を連想させるボディサイドのビード形状などを取り入れ フレアワゴンらしさをそのままにワクワク感、上質さを際立たせたという。外板色は全9色を設定2トーンルーフ使用者を含む主な新色として、春に咲く花のような柔らかみのある色を表現したミモザイエローパールメタリックと、使い込んだ革製品のような深みのある色を表現したトーニーブラウンメタリックを設定。 また、XS 専用となる2トーンルーフ使用者のルーフ色には、ソフトベージュを採用する。ブラウンを基調としたインテリアに、サイドルーバーガーニッシュやドアアッパー部分にマットな質感のカフェラテ色を配色。グレー基調のカラーメランジシート表皮と相まって、居心地の良い室内空間を演出するという。エクステリアは、 メッキとツヤのあるブラックを組み合わせた大型のフロントグリルメッキフロントバンパーガーニッシュメッキバックドアガーニッシュなどにより上質感と存在感を表現した外板色は全6色を設定2トーンルーフ使用者を含むピュアホワイトパールスチールシルバーメタリックにはブラックルーフの2トーンルーフ使用者を設定 インテリアはブラックを基調としながらセミマットな質感のボルドーと光沢のあるピアノブラックの加色により上質で落ち着いた雰囲気を演出シートサイド部は艶のあるパイピングを施したレザー調とすることでより上質感を高めたと述べた後席の左右シート前端に マルチユースフラップをマツダの軽自動車として初めて採用。フラップの位置や角度を調整することで、くつろぎ感を得られるオットマンモード、走行中の姿勢安定をサポートするレッグサポートモード、荷物の落下を予防する荷物ストッパーモードの3つのモードを選択可能。ビッグオープントレイ、助手席、オープントレイ、運転席。 フロントドアアッパーポケット両側シートバックアッパーポケット運転席助手席など多彩な収納スペースを設置したその他静粛性を高めたスリムサーキュレーターやインパネと後席運転席側に設置した USB チャージャー USB タイプ A、タイプ C を各1個を採用し 室内での快適性と利便性を向上させたミリ波レーダーと単眼カメラの組み合わせにより検知対象を車両、歩行者、自転車、自動二輪車とし交差点での検知にも対応した衝突被害軽減ブレーキデュアルセンサーブレーキサポート2をマツダの軽自動車として初めて採用全車に標準装備した アダプティブクルーズコントロール全車速追従機能停止保持機能付きは先行車の追従走行や低速走行に加えカーブ手前で速度を自動で抑制するカーブ速度抑制機能や車線変更時の加減速を補助する機能割り込みなどに対する接近警報機能などを搭載したその他 車線中央付近の安定した走行をサポートする。車線維持支援機能も採用する。フロントピラーを細くして前方視界を拡大し、右左折時の歩行者や交通状況に対する視認性を向上させた。パーキングブレーキの作動解除の操作を指先で、確実に行うことができる電動パーキングブレーキ、 オートホールド機能付きを、マツダの軽自動車で初めて採用した。冬の寒い日にも快適な運転をサポートするステアリングヒーターを、マツダの軽自動車で同じく初めて採用。スピードメーターをデジタル化するとともに、マルチインフォメーションディスプレイには、4.2インチカラー TFT 液晶を全車に標準装備し、 視認性を向上させた燃焼効率を高めた R06D 型自然吸気ガソリンエンジン NA シャット軽量で高効率な新 CVT マイルドハイブリッドの組み合わせにより優れた燃費性能を実現したと語る感情骨格構造や構造用接着剤の採用により ボディ剛性や操縦安定性を向上させ、アンダーボディ接合面への減衰接着剤の採用などにより、室内の高い静粛性を実現したと付け加えた。